今回は今からバス釣りを始める一般女性を釣りガールへと育て上げようと思います。まず芝生で5メーターキャスト。大事なのはサミング。サミングができないとバックラッシュしてしまう。そしてルアーを飛ばすにはステップ、体重移動、竿のシナリオを利用しルアーを飛ばしていく。その後距離を伸ばして投げてみるが、最初はタイミングが合わず、ですが次第にコントロールができるようになっていく。その後実際に池に行きキャストをすることにしました。最初は力まずキャスト、その後だんだんと力を入れ少しずつ距離を伸ばしていく。そしてピンスポットを狙うためのピッチングキャスト、これも重要なキャストの一つだ。バックラッシュも直せるように指導をしていく。これで一人前の釣りガールへと一歩前進。その後はキャストからのハイピッチリトリーブ。その後は実際にいろんなルアーを投げて動かしていく。ここでは川島行きを投げスローリトリーブを習得する。さらに遠くに飛ばすためのオーバーヘッドキャスト、さらにもっと遠くに飛ばすためのロングキャスト、しっかりと竿のしなりを使いできるだけ遠くへ投げる。そうすることで広範囲にサーチすることが可能となる。では実際に七色ダムへ行った動画をご覧いただこう。今回ガイドしてくれるのはながらガイドの群の森さんです。ないですね。ピュッてその竹横にナイスで、このまま糸出すで、シェイクシェイク、あ、ダメ、巻いて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 、木の縦の杭の横ぐらいの音、すごい。いいね、いいね、いいね。むずいな、泳ぐな。回収。
もうちょい正しい。よいしょ。はい。すげえ。はい。いった。いった。めっちゃ歯が刺さってるじゃん。うん。待って。めっちゃ歯刺さってる。右腕に。右親指にめっちゃ歯刺さってる。騒ぐんじゃねえ。ギザギザが刺さってる。血出てる絶対これも。顔がもう真っ黒。ちょっと痛い。全然痛った。31、2。逃がすよ、うん、写真撮りました。猫の方を狙って、木の根っこ、木立ってるでしょ、陸に。オッケー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 。今度あの岩狙って、岩、うん、岩。あークラッチ切らな。クラッチ切らんか。いきなり切らんか。全然竿まっすぐ、違う、まっすぐ持つ、開けたとこ、明るいとこ。ああ怒られるよ、クラッチ切れんっつって。クラッチ切らんか。すげえって言ってくれん。やったな。いい感じ。いやー、皮がめくれとる。これ。皮。ナイスフィッシュ。やったぜ。あんだけ池の水で手洗うの嫌だっつってたね。いやめっちゃ嫌だよ、くっせえもん、めっちゃ。あそこな、めっちゃ上乗っかった。バスから見られたら難易度上がるから。ね、ちょっと本当あっという間に時間過ぎるな。あ、上がってきたじゃん。上がってきましたね。また降りた。降った。うわあ。あいつだった？はい。食ってたね。ああ。あの杭めがけて投げて。うん。うん。いいね。その一個手前の木のとこまでズルズルって竿を立てながらで、オッケー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 。食うか食うか食わんか食わんか。 あ見た見た見た。
見ただけだ。もう一回ビビったね、うん、来るかと思ったね。あの杭の次ちょっと左狙おうか。普通に馬なっとるよそこ落とす。もう一回杭の左、杭の左、なるべく静かに杭の左に。そこっぽいですね。いいよ、そのまま糸を緩めて。オッケーオッケーオッケー。ちょっとそこに置いといて。あー食いそう。あ、引っかかった。あ、森さん得意の。いやいや、なんかアタックするからしょうがないんじゃない、これは。アタック25。うまっ。わ、落ちた。どうしますか。はい、で戻り途中、あのさっきのでかいやつだけ見て戻りますか。こっち。うん。でもよかった、釣れたで。楽しさが少しでも分かって。